とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今回のタワーですけども、最初のボスがテンペストゴーレムと結構めんどくさいですよね。で、早く倒す方法を募集したところ、この方法を教えてもらいました。必要なものはアーティファクトですね。アップドラフトの書、そしてドラ、虚無の矢筒、この3つです。だいぶ早く倒せるらしいんですけども、やり方としましては、虚無らせて、でその後ドラを当てる、で虚無の倍率がマックスまで上がった時に、アップドラフトの書を使う、そんな感じですね。では早速試してみましょう。半分ぐらいね、一気に減らすことができればだいぶ早いですけどね。どうだろう、半分はさすがに無理か。半分だったら相当攻略速度も上がっていい感じなんですけどね。 OK、 試してみましょう。今回結構めんどくさい敵が多いです。もう本当にこのテンペストゴーレムから始まりで、ボスは、まさかのレイスト。めんどくさいね。よし、 OK、ちょっと待って、虚無の矢筒を準備しとこう。虚無の矢筒は3倍ぐらい出るのか、3倍出るかな、どうだろう。ちょっと倍率がどれぐらいか分かりませんけども、ではいきます。ドラ、虚無、こんぐらいか。攻撃した俺攻撃しちゃった。そうだった、アップドラフトの書が当たるまでは攻撃しちゃダメなんだ。ダメだ失敗した。 OKOK、 次は成功させる。よっしゃ、次は絶対成功させる。なかなかね、このね、倍率を出すっていうのが難しいんですけどね。いきまーす、虚無、ドラ、こんぐらいか。1ぐらいは減らせた気がする。でも3分の1か、もうちょっと減らしたいな。もうちょっと減らすためには最初ある程度ストッパーがかかるまで、無敵が出るまで、ギリギリまで攻撃をしてからやってみようか。タイミングはちょっと難しいけどね。 OK、 いきます。いや、そんなダメージないよ。虚無、こんぐらいか。うわあ、そうね、難しいです。結構難しい。まあまあ、次は虚無を当ててからのアップドラフトだけでいいか。よし、行きまーす、虚無、ドラ、これか。難しい、難しいけども、慣れれば3ターンでは倒せると思う。まあタイミング相当難しいんで、まあ、ちょっとね試してみてください。うまくいけば早く倒せると思います。ちょっと俺も練習しときます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。